車こう人ば殺すけん、もうこん車のどなかすんな人殺しとったとこですよ、うんうん、これ危なかったね本当にね、うん、自分だけやね。外側のこのスプラインの数がですね、27で、反対側の内側ですね、内側はちょっと、径が太いですで、30あります。でこの数が違うからですね、一コマずらしでも内側ずらしと外側ずらしじゃ、落ちる程度が変わってきますね。これ外側を先に入れて、で内側でずらすと、内側で一コマずらす。やだ、さっきがこれか、これからよし、これで一コマずれました。ずれました。いい感じやね。
まあいい感じですね。これだったらまず当たらんですね。で、最初外側を2コマずらして落ちすぎるから、抜いて、今度はそのまま内側をコマずらしで1コマずらした状態でこの状態です。で、ちょうどいい具合で遮光が落ちました。指2本ぐらいかな。ここも、ちゃんとストローク分スペースあるんで。で、アブソーバーはやっぱりショートタイプじゃないとダメですね。交換してます。なんかかっこよくなりました。Trying to find some peace of mind. Tonight I feel so low again. Alone again. To me, you are the brightest star in the sky. Oh, I hear you cry. Why?左右のホイールベースも多分ほぼいい感じになったと思います。しかし汚ねえな、このホイール、ババアの厚化粧。ひえ、運転席の方が車高が低くなってて極端に傾いてたんですが、まあ目視じゃわからん程度にちょうどいい感じになりました。Sitting in my bank. And all night we've been hitting the town, putting drinks up for everyone who put us down. Pour a little more bourbon now, I turn heads when I'm swerving now. $40 on my John Deere. $40 on my John Deere. They can tell I ain't from round here. They can tell I ain't from round here. But I can hit the two-step better than the rest. Call me Lil Hank, bandana around my neck. $40 on my John Deere.室内は全く漏れた形跡ないですね。ちょっと心配だったリアもですね、かなり水かけてたんですけど、水の漏れはなかった感じです。
細かい部品組み立ててエンジンかかるようにしたいです。ダブル RC カラー売り落とすナッコ指のリハビリされてあるんですね、ヘンジさん。平日から日中に大変ですね、期待に合わせて。だいたい夕方しか出ない。安心しますよ、いいおっさん3人いる間何やってんすかね、これが入りが良くない。入りが良くない。まだ注射ある。いつも行ってます。いつも。もう師匠が寂しいかろうけんね、気をつけてよ。あ、オッケー。ウィンカー、これ。ウィンカーレンズ。デッドストックの新品です。新品。色が全然違う。
コーンがちょっとならなかったり、なったりならなかったり。アイテムなんかわからないのがいくつかあるので、危ないなこれ。ちょっと作り直しをちょっとします。そうね、これそうね。
ウィンカーレンズをつけて、で配線のちょっと怪しいやつを全部やり替えてます。すっきり、いらない線全部外してすっきり今さってるとこです。ホーンとバッテリーのフレームを取り付けします。固定用の金具ね。足らなかった原因っていうのが、バッテリーから直接電源を取ってアンプ取ってあるのにリレーが試してなかったんですよね。それが原因と思います。リレーを作って電源を取って、アースを直で取って本をつなぎ直しました。でバッテリーフレーム、ブレーキフルードのタンクの位置なんですが、こんなところにあってものすごく入れにくいんですよ。あと工期もずっとここについてるんですけど、とってもその管理がしにくいんですよね。なのでまあトランクスペースは別に犠牲になってもいいんで、まあ、ここの方がものすごくメンテナンスしやすいと思うんで、ここにつけときます。ダメやね。ブレーキフルード用ホース、fire.
ここの方、ここの方がはるかに入れやすいよね。本は室内に取り付けしました。で、ブレーキのこのタンクやけど この中にあったんですが、非常にメンテしなしにくいので表に取り付け直しました。配線とか全部やり直したので、まとまっていい感じになったんですね。ホーンはちょっとやかましいかも。まあ安い本やから、まあ自分の好みの本買ってつけてもいいですね。こんな感じです。